兄さん、大丈夫？突然ごめんね。お兄さんさ、他の人と比べてすっごい暗い顔で歩いてたからちょっと心配になっちゃって。そんな様子じゃどこかで転んじゃうかもってずっと見てたんだよね。ねえねえ、お兄さん、この後って暇？実はすぐ近くに私がよく行くご飯屋さんがあってね、よくお得意さんとの待ち合わせに使わせてもらってんだけど、すっごく美味しいって評判なんだ。ね、終電はまだでしょ？一緒にどう？あ、いやもちろん私のおごりね。どうする？来る？お、来る？来ちゃう？やった。じゃあこっちこっちついてきて。邪魔します。あー、個室、いや、まあ、個室はさすがに緊張するよね。あ、カウンター席でお願いします。はい。あ、はい、ありがとうございます。よいしょ、ほら座って座って。あ、席の下に荷物入れるカゴあるよ。うん、あ、じゃあ私はいつもので。お兄さんどうする？あ、ちなみにここのお店ね、海鮮丼めっちゃ豪華だよ。うん、あとステーキがめっちゃうまいの。そうそうそう、だから遠慮しないでね。うん、よし、わかった、オッケー。じゃあ注文こんな感じでお願いします。はーい。あ、そうだね、お兄さん、私ね、いくつかの会社経営しててさ、でその中にアプリを開発する会社があって、で今開発してるのがさ、疲れが吹き飛んじゃうっていうすごいアプリなの。あら、お兄さん疲れてるでしょ？よかったらこれ試してみない？うん。ああ、実はまだテスト回数が不安でさ、それで、まあ、協力してくれたら嬉しいなーって。あ、そっか、ありがとう。じゃあちょっと待っててね。よし、じゃあお兄さん、私のスマホの画面見てて。ほら、真ん中に可愛い猫ちゃんが映ってるでしょ？すっごく可愛いでしょ？なんか癒されない？で、そのままそこを見てて。うん、ほら、だん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 猫ちゃんが消えていって、大きな丸が出てきたよね。もっとよく見て、そしたらもっと疲れ取れるよ。ほら、丸がぐるぐる回り始めて、線が少しずつ入って渦巻きになってきたよね。ほら、もっと見て、もっと。ねえお兄さん、私たち今日が初めてなんかじゃないでしょ？え？いや、小学校の頃からずっと一緒だったでしょ？大きくなったら結婚するって約束したでしょ？ねえ、一回離れ離れになっちゃったけど、
でも実はお兄さんそのことを忘れてなくて、だから今日私と一緒にここに来たんでしょ。ん？このお店に来たのは私が誘ったからじゃなくて、お兄さんが私と会いたいから来たんだよ。私とお兄さんは子供の頃からずっと両思いだったんだよ。思い出した？うん、そうだよ。お兄さんは最初から私と一緒にいたんだよ。わかった。ありがとう。じゃあ晴れて恋人同士に戻れたし、そのうん、あ、手つなごっか。あったかいね。ね、あったかいでしょ。帰り、あなた。